皆様こんにちは。本日はワルツのプログレッシブシャセトゥライトをお伝えします。それではまず踊ってみます。まずは男性の注意点から。リバース回転において左サイドの位置を注意いたしましょう。左サイドはリバース回転において早く回りすぎてしまうとよく踊れません。左サイドはいつも姿勢をサポートし、いつも進んでいるような感じで踊り続けましょう。続いて女性の注意点を申し上げます。女性はシャッセの時とアウトサイドに前進する時に男性から外れやすくなります。どんな時でも自分のセンターを男性のセンターに向けておく意識を持つようにしましょう。皆様、挑戦してみてください。